皆さんどうもこんにちは、かけるでございます。さあ、炭水化物日記生活2日目になりました。まあ今日はトマトを使ってね、ちょっと赤々とした料理、本当はトマトは野菜の中では糖質高めの方なんですけど、あのガチガチにダイエットっていう感じでやるわけではないので、トマトは使っていきます。まずブロッコリーですね。でブロッコリーはもう今回一気に全部茹でて冷凍庫で保存しておいて、また小出しで使おうかなと思っているので全部茹でます。で1本丸々茹でる場合はまた違った茹で方をします。あの下だけ先に茹でて後から全部茹でるみたいなやり方をするんですけど、一人暮らしの方って大きい鍋あんま持ってないと思うんで、先にねこの根っこの部分だけを落とします。はい、芯の部分ね。でこれもったいないんで捨てません。この、まあ、お店で売ってる時の状態のままなんですけど、先端部だけちょっとあの色が悪いんで、ここだけちょっと切って捨てようと思います。 OK。 じゃこれを、まあ、食べやすい大きさに切っておきます。こんなもんに切りました。で茹でていくので鍋にお湯を沸かしていきます。でここにね芯のところ、あ、おいおいおい、ほらほら落ちるんじゃない、芯のところ硬いんで先にこれを茹でていきたいと思います。まだねお水なんですけど先に入れて、でお湯になっていく途中でこいつも入れていくっていうイメージですね。まあ、ブロッコリーはこれぐらいの大きさで、ちょっと大きいかな、まあでも普通にお弁当に入ってるのの大きいワンぐらいの大きさで一個一個茹でていきます。次は玉ねぎ切ってきます。今回もこんな感じの、まあオーソドックスな切り方ですね。はい、最後のお野菜はキャベツです。さあキャベツもまあ大体こんな感じかな、まあ適当だよね、一口サイズぐらいに切りました。これちょっと大きいけどこれちょっと半分にしよう。まあこんなもんかなっていうイメージで切りました。沸騰したんでここにブロッコリーを入れていきます。でまあ、大体この大きいのを入れたらもう1分ぐらいでいいかなと思います。ただお湯が少ないかもお湯がかなり足りないかもしれない。鍋ちっちゃかった鍋完全にちっちゃかった。じゃあブロッコリーをザルに上げていきます。豚バラ肉を切っていきます。これね、うん、どうしようかな。まあ細かくしましょう今回は。そしてこれをさらに細かく切っていきます。まあ縦横同じ太さにしようかなという感じですね。火を入れていって豚バラ肉を入れていきます。わーすごいことになった。塩コショウパラパラ、この間に玉ねぎをほぐします。玉ねぎちゃんを入れてきます。どっさり、じゃあ蓋を閉めます。頭の部分だけですねをジップロックに入れました。で空気抜いて冷凍します。ブロッコリーの下の部分ですね、細かく切ったもの、こちらも入れていきます。玉ねぎがだいぶ透明になってきたんでここでキャベツを入れていきます。はい、フライパン入ります。入りませんでしたこれ前もやってねはい、ここでえのきもエリンギか、はい、間違えた、ぶなしめじだ、ぶなしめじも入れていきます。で、これで炒めていきます。やば、濃い口醤油、そうだね、大さじ1ぐらい、ローレル入れていきます。1枚、お塩入れます。完成。はい、ということで出来上がりました。イエーイ。まあ美味しそうですよね、糖質抜きだから最高だと思います。で、足りなかったらおかわりする分がね山ほどあるんで、これをがっつり食べていきたいと思います。さあ、行くぞ。はい、それでは今日はこちらのメニュー、名前何にしようかな、わかんないけどこちらを食べていきたいと思います。いただきます。
まあ、ミートソースと醤油とお塩だけなんでね。あ、塩コショウも入れたか、序盤でね、お肉に対して。じゃあこちらを、とりあえずキノコとお肉ですね、いただきます。うん、あ、うまい。トマトが本当に美味しいですね。うん、お肉とトマトが合う。玉ねぎも合う、すごく合う。ブロッコリーもね、ほらマヨネーズつけたくもちろんなっちゃうんですけど、つけたかったらつけてもいいと思いますけど、このタレをね吸わせて食べると、うん、ちょうどいい火の取り具合。いただきます。うん、バイバーイ。また3日目でお会いしましょう。